ナオチンです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。昨日 X を調べてましたら、どうもこのゲームには2つの隠されたスキルがあるらしいんですよ。その1つ目が万能ハイブースター、そして2つ目が魔導の極意ですね。しかもこのスキルはスキルカードは存在せず、スキルの変化のみで入手できるらしいんですよ。で、万能ハイブースターがむちゃくちゃ欲しい。明けの明星で攻撃してるんですけども、ちょっと火力が物足りないんですよね。そこにハイブースターが入ると相当強くなる。ということで、今日は万能ハイブースターを作ってみようと思います。何を変化させればいいかちょっとわかんないんですけども、多分、万能ブースターを変化させればできるんじゃないかなと。まあそういう風に思います。まあとりあえず元のペルソナを作って合成していきましょう。いやー、これはね本当に時間かかりますね。でもまあとりあえず元となるペルソナルシフェルが完成しました。万能ブースターですね。で、魔導の才能も一応入れてます。多分この魔導の才能から、魔導の極意に変化するものだと思います。で、それプラス、不動心、不屈、アリダンス。まあ、このあたりも、変化にぶち込んで何ができるかっていうのを見ていきたいと思います。どうだ？お、来た万能ハイブースター、できた。まあ、キュベレだけども、万能ハイブースター、出来上がりましたね。で、シフトハイブースターっていうのもできたな。おわ、これすごいのできたぞ。お、不屈が万能ハイブースターになった。あ、なるほどね。不屈も万能ハイブースターに変わりますね。なんだ、万能ブースターだけがハイブースターになると思ったら、そうじゃないみたいですね。不屈がなりました。あ、またなった。アリダンスも、万能ハイブースターになりますね。でもなかなかね、万能ハイブースター出にくいっぽいですね。合成を1時間半ほど繰り返してみました。1時間半経って3回万能ハイブースターが完成しました。魔導の極意は未だに出てきてないですね。まあまあ、とりあえず今日欲しかったハイブースター、あれは入手できましたので、オルフェウス回作ってみました。こんな感じです。勝利の雄たけびで、マルチブースターに、万能ハイブースター、万能ブースター、やっぱこのね 50% 上がるハイブースターむちゃくちゃ強そうね。で、マハタルカ王と攻撃力が上がりますね。で、不屈、不動心、明けの明星、完璧だと思うんだけどね。あとマルチブースターの上位あるのかな？マルチハイブースターってある？まだ見たことはないんですけども、なんかそれもありそうな気がしますよね。まあ、ハイブースターだとしたら 25% ぐらいかな？うん。あと 10% ぐらい攻撃力は上がりそうですね。まあ、とりあえず、どれぐらい強くなったか、見てみましょう。強敵がちょうどいたね。戦ってみます。さすがにワンパンはないと思うけども、どうでしょうか。おお、2200いくようになったか。ハイブースター入れるまでは1800とか1700だったんですよ。ダメージぐっと上がったね。これ強敵でも2発でいける。まあまあまあ、もともと2発ではいけたけども、あ、これはだいぶ強くなったぞ。もうザコなんかはもうワンパンで余裕でしょう。2200、300いくからね。めちゃくちゃ余裕、すげえ強くなった。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、隠されたスキルのこれ、万能ハイブースターを
作ってみました。おそらく、アイテムにはないと思います。うん。まあ、俺が持ってないだけかもしれないんですけどね。まあ、見たことはありません。これをつけたところ、むちゃくちゃ強くなった。やっぱり 50% 攻撃力上昇は、すごいね。ものすごい効果です。で、変化で入手できるんですけども、万能ブースターと、不屈の闘志、そして、アリダンスか。その3つから、万能ハイブースターはできました。まあ、他にもね、変化するやつはあると思うんですけども、その3つは確実に変化できますので、欲しい方はぜひやってみてください。引き続き私はですね、マルチハイブースター、そして、魔力の極意か。あの2つを作るように頑張ってみたいと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。